どうも、こんにちは。最近体調を崩したり、花粉症でだるくて何もできなかったり、F1 を見に鈴鹿に行ったりでサボってたので、久しぶりの投稿になります。今回は低収入の恋愛攻略法というテーマについてお話しします。どうしても年収が低いと恋愛弱者になりがちです。年齢が上がれば上がるほどきつくなります。そういう男性が恋人であったり、嫁を見つける方法をお伝えしていきますので、よかったらご視聴ください。 えー、まずなんですが、前提条件のお話をします。年収が低いのは結構なディスアドバンテージなので、それ以外のスペックをある程度上げる必要があります。それ以外のスペックっていうのは、顔、スタイル、トーク力、性格、家事スキル、資産額といったものです。顔は整形しろっていうわけではなく、清潔感を出す必要があります。 洗顔後に化粧水をつけてスキンケアをしたり眉毛を整えたり青髭が濃い場合は少しでも肌色に近づくようにつけてる感が出ない程度にコンシーラーをつけたりといったことをするだけでも清潔感がかなりアップしますスタイルに関しては身長に関しては伸ばすことは無理ですが太っている方は通勤を徒歩に変えて運動したり食事の管理で無理のない程度にダイエットをしましょうトーク力に関しては聞き上手が好まれるので なるべく聞き上手に徹することができるよう日常会話から相手の話を引き出すような会話を心がけましょう勘違いされがちですが相手の話を引き出すために質問を連発しまくるのは逆効果です相手が話をしたいことを引き出すのがトーク力です性格に,に関しては性格を変えろっていうわけではなくて明らかな NG 行動をしている場合は正す必要があります NG 行動っていうのは店員さんに大変な態度を取ったりとか 嫌な,行動嫌なことがあった時に暴力的な行動に出たり相手の人格や行動を否定するような言動をすることです家事スキルに関してはある程度の炊事掃除選択ができるようになれば OK です資産額は最低でも年齢 ×10 の貯金額があるようにしましょうこれだけできれば女性に不快感を与えないと思います そんなに努力が必要ではなく、現実に簡単にできることばかりなので、できていない場合はこれだけはやっておきましょう。では早速ですが、低収入の人がどうやって彼女や恋人を見つけるのかお話ししていきます。まず一つ目の方法、それは職場恋愛をするです。職場恋愛は長い時間をこう共有するしているので、好意を持った相手に対してすごく情が湧きます。それは年収の不利をひっくり返すものになります。 また職場が同じなら相手の年収もそう変わらないことになりますお金に対する価値観も似たようなものになるので相手の年収が低くても気にならない女性の割合も増えます職場恋愛の経験割合は 5, 5割近いっていうデータもありますつまり収入の低い会社にいても彼女や嫁がその会社で見つかる可能性がまあまああるっていうことになります ただ気をつけないといけないのが、職場恋愛は失敗したら仕事で引きずります。告白して失敗したら会社に居づらくなるって、後のことを考えると、二の足を踏みますよね。告白に踏み切るのは感触がいい場合か、相手が振られた後も以前と同じような対応で接してくれる人の場合にしておきましょう。二つ目の方法、それはマッチングアプリを使うことです。職場恋愛はそもそも男性しかいない職場ですと、物理的に無理です。 それを簡単に解決するのがマッチングアプリです。月に4、5千円払えば女性にアプリォッチすることができます。ただ以前の動画でもお話ししましたが、マッチングアプリは男女比に差があって男性が不利なことや、イケメンのやりもくの既婚者や年収嘘つき男がいるので、かなり厳しい戦いになります。また、打てる球数にも限界があります。以前の動画でもお話ししましたが、 自分のよりもスペックの低い相手にアプローチしないといいねを無駄に消費して終わります。一番手っ取り早いのは年年収が自分よりも低い年上相手にアプローチすす。ることです一番の懸念である年収の低さも相手が自分より低ければ収入が低いことにも若干は理解もしてくれるでしょうし女性も35歳以降になると同世代より年下の男性からのアプローチが極端に減るという記事を見たことがあります。 自分もこの手法を使いましたが、マッチング率はまあまあ良かったです。とはいえ、その条件で自分の好みに当てはまる女性がいるのかと言われると少ないでしょうし、その女性少ない女性人とマッチングできるとも限らないです。マッチングアプリを使うのはあまりお勧めできないですえ。3つ目の方法、それは友人からの紹介です。これは先ほど紹介した2つの方法よりも成功率は高いです。友人も 紹介を依頼されたら関係性にもよりますが、その人のためにいい人を紹介したいという気持ちになります。とはいえ、友人もあまりにもスペックがかけ離れた人を紹介しても失敗するのが目に見えてますし、それで当人が傷ついてしまうのも嫌なので、スペックが近くて、なおかついい人を紹介されるのが基本です。ただし、紹介の落とし穴として断りづらいっていう欠点があります。友人がせっかく紹介してくれた人を断ってしまうのも、 その友人のメンツを潰してしまうんじゃないかと考えてしまい断りづらい面は間違いなくありますもし紹介された人をいいなと思わなかった時にしっかり断る決断力がある人や逆にそれでもつき合っていく覚悟があればいいと思いますまたそもそも友達がそんなにいないっていう人も厳しい手法になります自分も友達がいないので女性を紹介された経験はありません 4つ目の方法。これが一番おすすめなんですが、まあ、意外に思われると思いますが、ナンパになります。ナンパって聞くと、おそらく拒絶反応が出る人が多いと思います。自分もかつてはそうでした。ただ、ナンパっていうのはメリットが非常に多いんです。今まで挙げた方法である職場恋愛やマッチングアプリや紹介っていうのは、アタックできる女性は限られてしまいます。しかし、ナンパであれば、打てる球はほぼ無限大です。 下手な鉄砲も数打ちゃ当たるっていうこと技がありますが、本当にその通りで、数打てればいつか成功するんですよね。メリットは数打てるだけではないです。職場恋愛では振られた後に女性と気まずくなることを考えてしまって二の足を踏みがちですが、ナンパであれば失敗しようが何を気にする必要がありません。またナンパの場合はある程度清潔感のある見た目さえ持っていれば、 年収が低かろうがイケメンではなかろうがタイミング次第で彼女をゲットできますナンパで一番大切なのはタイミングであってナンパ対象の女性が彼氏持ちだったり彼氏がいらないって思っていればイケメンだろうが失敗しますですが女性が彼氏を探している場合はイケメンでなくても会話の積み重ね次第で成功したりします自分も別に顔がいいわけでも別段トーク力があるわけでもないのにちょうど彼氏が欲しかったっていうだけで ユキポユみたいなギャル系の女性をゲットできたこともあります。ナンパの大きなデメリットは、声かけをする勇気が必要なことと、ナンパを拒否られた時にメンタルがやられそうになることです。これは数をこなすことで克服できます。まあ、貧乏とブスこそナンパすべきですね。今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 あと、サブで趣味の F1 に関するチャンネルを始めようかと思っています。そちらもよかったらご覧いただけると嬉しいです。それではまた次の動画にお会いしましょう。